8日に放送された日本テレビ系スッキリに出演した足立由美が子役時代のお小遣いについて語った番組内のクイズスのコーナーに出演した足立は、私は小さい時お小遣いが欲しいと思った時に必ずある変わったことを知っていました。その変わったこととは一体何でしょうとクイズを出題した。足立は悔い図の答えとしてお母さんに請求書を出すと明かすと CM だといくらとか取材受けたらいくらとかドラマ一本いくらとかっていうお小遣いが決まっていたのでと幼少期から芸能活動をしている足立ならではのエピソードを披露した。そして今月はドラマを何本みたいなことを書いてお小遣いくださいってお願いしてましたと話し、 CM200 円でドラマが100円とかだったと思えいますと、お小遣いの金額を振り返るとスタジオで VTR を見ていた加藤浩次はその金額に親子じゃなかったらとんでもねえ訴訟問題だと驚きながらコメントしていた。足立は現在公開中の A が銭形に出演しており、資金繰りに窮した農家の真田留美を演じている。